それじゃあ出席を。ジーナ。あ、はい、います。素晴らしい。ミッキーは？います。いいね。お次はっと、マット、いるかい？出席してるか？いたいた、よろしい。マット、これはどういう？なにあれ、気絶したんだけど。何があった？あ、そうだ、ああ、よし、教室だ。ペット持ち込み禁止ね。でも通り抜けるつもりだよな、メロン。よし、透明になった。忍び込むならやっぱりこれだよ。カメレオン技術の出番だ。よし、必要な道具は揃ってる。これを着て始めるぞ。よし、フードをかぶったら、よし、ボタンを押す。ほら、見えないだろ、カメレオンのメロンと一緒。超クールだ。じゃ、教室に向かおう。でも音は立てちゃダメ、先生に見られたくないしね。って、やば、これでバレるかも。あら、何の音？何も見えないわ。うん、何でもない、気のせいかしら。ああ、切ってないわよ。危ない、危なすぎる。よし、向かい続けるぞ。前より気をつけないと。おっと、お昼に食べたブリトーのせいで、うっ、お腹が。ああ、すっきりした。あら、何の匂い？私の？いや、違うわ、きっと生ゴミね。ふう、まさかバレないとはね。まるでスーパーヒーローみたいだ。いや、スーパースパイかも。ドアに到着、あと少しで入れるぞ。押して開ければ。あら、ドアが勝手に開いたと思ったけど。やった、教室の中に入れたぞ。助かったよ、メロ。ほら、机で休みな。どうやったかは内緒だぞ。体育の準備よし。まだ誰も来てないのね。さて、どれどれ。これは使わない。これもシャツだ。使わないやつだわ。あった。フットボール、これがないと体育できないわ。だってペットが入ってるからね。元気、シャーロット。おお、早く来る生徒は歓迎だ。ああ、そうね。授業の準備はいいね。おう、そのフットボール見せてくれ。ほら、こっちにパスだ。いや、やめときます。何？いいだろ、こっちに。ほら、もういい、今すぐよこしなさい。ダメ、私の、渡せない。一体どういうつもりだ。たかがフットボールだろ。待て、これはなんだ。ジッパー？いや、これはボールじゃない。なんだ、一体中に何が入って。あれ、空っぽ。いけない。まあ、このフットボールは返そうか。シャーロット？どこ？どこ行ったの？近くにいるはず。あれ？いない。どこにもいない。待って、これは蜘蛛の糸？辿っていけば辿り着ける？なんで逃げたのかしら？教室に入ったみたい。ああ、まずい。大変だわ。ダメよ、シャーロット、素で人間捕まえたらダメってあれほど。出してくれ。あ、すみません、先生。ああ、そこにいたの、シャーロット。いたずらっ子ね。何を抱いている？猫？ダメだ、
規則だからな。教室にペットは持ち込み禁止だ。例外は認めん。連れて行きなさい。もう仕方ない。どうしようピッタ、全然意地悪だな。入れてくれないだなんてさ。ちょっと待って、この飾り、それにリュックがあればうまくいく。このリュックに半球を乗せて鉛筆でなぞる。できた。一周ぐるっと回ったわ。そしたらこの円を切るの。次はグルーガン。穴に沿ってたっぷりのグルーをつけたら、よし、十分ね。そこに半球をくっつける。もっと可愛くするために飾り付けも。素敵、気に入ったわ。それじゃお入りピッタ、これで背負って歩ける。窓から覗きたければどうぞ。戻りました。入れますか。うむ、さっきの猫はおらんな。いなさそうだ。うむ、入ってよろしい。やった、リュック没収されなかった。ってことはピッターも。ああ、あなたの猫かわいい。と先生が来た。急いで、見られる前に隠して。それじゃあ授業を始めようか。猫が見つからないといいけどね。よし、今日も勉強をしよう。ふう、大丈夫だったみたい。怪しまなかったわ。あれ、ピッタ、どこ行ったの。大丈夫、見つけるから。あ、いたいた、あそこに。ピッタ、机で何してるの。あ、何の騒ぎだ。先生に教えなさい。ん、なんだこれは。猫、怪しいと思っていたんだ。あ、すみません。この授業退屈だな。よし、ここまで。授業終わり。やった、お昼の時間。待ちきれなかった。でもお弁当あればよかったな。あー、あっちの美味しそう。この時間が楽しみだったな。いただき。ん？なんでこっち見てんの。お腹が空きすぎて。自分のお弁当があるでしょ。待ってね、見せてあげるから。これお弁当じゃなくて赤ちゃんガメのトーニーよ。うわ、ちっちゃくて超かわいい。でしょ、小さすぎてお留守番まだなのよ。いけない、先生が見てる。怪しまれないようにお弁当食べよう。ん？君はなんで食べないんだ。あ、それじゃあ食べるので。何してるの、どうにはダメ。うん、食べるというならよろしい。食事を続けなさい。危なかった。大丈夫よトーニー、食べたりしないから。あなたの大切なカメさん。皆さんはどんなペットを教室に持ち込みたいですか。コメント欄で教えてください。動画のお友達との共有とチャンネル登録をお忘れなく。新着動画をお楽しみに。